寒っ。はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エレキブログです。はい、ということで今日はね、レナのお母さんの誕生日です。ということで朝ごはんをね、ちょっと今買いに行ってます。誕生日の朝っていうことでね、ババリアの伝統的な郷土料理、白ソーセージをね、ちょっとね、買いに行きます。ということでね、今スーパーにやってきました。まあ今日誕生日なんで、白ソーセージ買って、まあババリアのね、朝ごはんってどんなもんだよっていうのをね、紹介しつつ、ということで今、スーパーです。レナのね、町、行きます。ちなみにここがね、ドイツのスーパーマーケットの精肉コーナーですね。でかくない？まずソーセージ。ソーセージが多いね。ソーセージ。ソーセージ。これが白ソーセージです。でちなみにね、このハムとか、もう本格的なハムとか、チーズとかね。いろんな種類売ってます。ゲットしました。ゲットしました。あとは何かいるの？なんとなくピクルスは欲しい。ピクルス、ピクルスだらけだ。すごっ、ピクルスの種類やば。これ全部ピクルスですよ、皆さん。日本じゃ考えられないね、この種類。すごい田舎でちっちゃい村なんだけど、このひどいこと言わないで。本当のことです。別に田舎でちっちゃい村って別に悪口じゃないからね。でドイツのレジってこういう感じで、こういうベルトコンベヤーにね、自分でこう乗っけて、でレジのところまでね並んで、最後精算するって感じです。で基本的にみんな自分のショッピングバッグ、エコバッグだね、これを持っています。ドイツ人で買い物に来てこれ持ってない人はもうほとんどいない。ドイツ人はすごいリサイクルとかエコに関心が強くて、なのでもうこういうのは絶対持ってます。美味しい有名なパン、フレッツェル、これですね。フレッツェルを買います。ちょっとね、固めのパンなんだけど、塩がね上にトッピングされててすごい美味しいです。でね、ちなみにね、ドイツって世界一パンの種類が多い国なのって。でドイツに来てからいろんなパン食べてるけど、めちゃめちゃ美味しいパン。ほんとドイツに来たらね、パンいろいろ食べてみてください。みんなも超うまいです。比較的ね、日本と比べると固めのパンが多いですね。はい、ということで今ね、買い物行ったんです。ということで今からね、家帰ってこのね、白ソーセージ、沸騰させて温めなきゃ食べれないので、白ソーセージを料理してママを起こして朝ごはんです。ドイツの朝ごはんは白ソーセージだけじゃなくて、パンとか卵とか、まあ、ハムとか、いろいろ白ソーセージと白ビール、朝からビールを飲みます。まあ、典型的な、ね、ドイツのイメージだと思います、朝からビール。でちなみにね、レナの住んでる村の様子はこんな感じです。まあこれ一部なんで全然伝わりきらないですけど、でも青が多い、緑が多いね。青が多いってどういうこと？空のこと言ってんのかな。日本は青と緑が同じことって聞いたんだけど。違う、信号だけ青だからね。確かにそれはね、ややこしいよね。日本ってなんか色の表現とかさ、歌なのか豊かって言っていいのか分かんないけど、だって信号の色絶対ね、緑なの。青って言っちゃうからね。で確かね、レナのね家のね裏にね牧場みたいなのがあって、あるよね、広い牧場。おお、こっちか。そんなこんなでもうね、家着いちゃいました。というわけで白ソーセージ料理します。タカが料理するの？料理を見ます。はは、ただいま。見てください、みんな、さっき買った白ソーセージです。あ、全部崩れてるやん。おお、漫画やん、漫画の世界やん。で、このホワイトソーセージ、白ソーセージを今から温めていきます。白ソーセージをお湯の中に投入していきます。何分かな？ How many minutes? I don't know. German people don't know how to make. What?
Vice versed. No, you see, you have to be... Oh, you have to always the check. Yes. So it should not boil. Right.家にカットマシンがあるってすごいよね、なんかこんな本格的。まあ今ね、パンをカットしてます。じゃあトースターフレームに。はい、ということで、熱々。はい、ということで白ソーセージ出来上がりました。まあ基本的にね、温めるだけなんで何もね、調理とかいうそういう難しいことではないんですけど、ちなみにね、この白ソーセージ何からできてるかっていうと、子牛のお肉と豚の背脂と、あとはバジル、このちょっとちっちゃく緑でプチプチしてるのはバジルです。その3つを基本的に混ぜて作ります。それが白ソーセージで、レナがさっき教えてくれたんだけど、11時までしか食べれない、そういうルール。朝の11時までに白ソーセージは食べないといけない。冷凍ができなかった昔の時代はもう11時まで食べないと腐っちゃうと。そう、朝作ってすぐに食べる、それが伝統的なババリアの朝ごはんっていうわけです。そういうこと、食べましょう。お腹すいた。オッケー。はい、ということで朝ごはんの準備完了です。ざっとこんな感じ。すごいね、種類が多いですね。ちょっとざっと紹介していきます。ドイツのババリアのパン、プレッツェル、トマト、カブ、ハム、あとはチーズもあります。で、卵と白ソーセージ、あとはフルーツ、スイカ、あとはプレッツェル以外のパンで、お茶、コーヒー、そして白ビール。そんな感じです。ドイツの朝ごはんのラインナップです。食べ方見せましょうか。はい、der richtige Bayer ist zu zwei unterschiedliche Arten Weißwurst zu essen. Eine Schweizer 白ソーセージの食べ方をね、レナが教えてくれます。はい、皮が食べれないから。そうなんだよね、白ソーセージって皮が食べれないんだよ。手で一番取りやすいから、手で皮を剥いてあげるんだよね。剥かなきゃ。日本人のソーセージの概念をちょっとね、超えてきますよね。皮と一緒にパリパリで食べるっていうのが日本人のソーセージの食べ方なんだけど、私は結構下手だよ。パパが今下手だなって言ったな。はい、うわ、めっちゃ綺麗に剥けた。はい、なのでね、この白ソーセージはパリパリの食感ではないです。どちらかというとグニュグニュグニョグニョの食感で、あの日本人の人はね、あんまり食感をね好まないかもしれない。日本人のソーセージのイメージはパリパリっていうね、シャウエッセンとかのイメージだから。で、このソーセージはそのまま食べるんじゃなくて、このね、これマスタードをつけます。うまいっすか。というわけで、グーテンアペティート。グーテンアペティート。おい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 。ママ剥いてないよ。え、ママは何？皮と一緒に食べてんの？あ、そういう人も。わお。皮ごと食べる人もいます。あ、でもパパは剥いてるね。だからママだけ剥いてない。まあ個人の自由です。自分が美味しいと思う食べ方で食べましょう。バイバーイ。Long time no see。オフェンブルクっていう町のね、これね、中心かな。めっちゃ綺麗。見てこれ。すごくない？色めっちゃ。残念ながらミラーはレナのことが好きじゃないです。かわいそうに。